美獣百億点満点、岡田正樹、マフラー姿の爆池イ,インスタライブ予告に、ため息が出るほど美しいです、の声。俳優の岡田正樹、34が27日までにインスタグラムを更新。自身が表紙を飾った雑誌、スパー1月号、集営者、の撮影オフショットを公開した。この日、岡田は、スパーの時の、 今年中にインスタライブなんてものができたりするのか、日々考えてる次第でございますが、果たして、と綴り、スタジオでの撮影風景を披露。長身に映えるダークグリーンのロングコートに、キャメル色のモヘアマフラーというコーデの岡田。控えめに言ってもかっこよすぎる。そんな岡田に、ファンからは、美女100億点満点テンション上がります。かわいい素敵最高。 大美しすぎて息が止まりそうでした。今から楽しみにしています。一枚目の笑顔癒されました。かっこよすぎて五行が差してます。無理ない範囲でお願いします。イケメンすぎ。最高に美女が良すぎて眩しいもふもふまふら素敵。可愛さが上限超えてんだわ。ため息が出るほど美しいです。などの声が寄せられた。少し前の投稿では、 高畑光三31と共にダブル主演を務めるドラマ1122いい夫婦について報告した岡田2024年の初夏にプライムビデオで配信されるとのこと少し変わった形の夫婦を演じるこのドラマ同世代の人々に共感を得そうな内容にとっているインスタライブも含め ファンにとっては待ち遠しいイベントがいっぱいだ。